それではですね、今日はブラジルの音楽をここでご紹介したいと思います。ブラジルの音楽っていうのは、まあ、リオデジャネイロの、都会的な音楽としてシオロというバロック音楽とアフロこれが見つけてできて、これが20世紀になるとこれが、まあ、ラジオの発達とともに、サンバの音楽になってラジオからサンバが流れると歌がついていくという音楽から、どんどん現代のサンバになっていくという形なんですけども、そうですから、ボサノバから始めるんですけど、ボサノバは途中下車した、形で、モダンというジャズの方向に行ってしまうんですね。これは、今日はレジナルというとクラシックの方から来たメロディーとアフリカのリズムで一緒になって、ショーロというのを中継して、それ以降は、どん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 サンバの方に近づいていくという形で、そんなストーリーで行ってみたいと思います。まずはですね、ラメントというのをお送りいたします。Thank you.
20世紀の曲が多いんですけども、
古い曲というか、本当に、19世紀の中頃から、いろんなリズムが入ると思うんですけど、ね、今、次の曲がどちらかというと1917、18年ぐらいに、なんとなく、器楽演奏として出てきたショート。そしてラジオが 20年代からもうブラジル全土にラジオがかかるみたいなことを言うと、歌が入って、でまたヒットしたという、1930年にまたヒットした曲です。でもブラジルで語れば全員歌い出すと言われるぐらい有名な曲、カリニョージ。Thank you.
サンリオ。ダビンシ。まあ、ショーロですね。ショーロと、ショーロの歌があると、ショーロ感想。で、まあ、リズムがちょっとサンバについて、バキがカッ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 カまあ、サンバとショーロの掛け合いがなかなかなかった時代だったんですね。1920年代から50年代がサンバカンソンと、それで、ショーロカンソンがたくさん出た時代で、そんなところが時代がどん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 現代的になってくると、ジャズっぽくなったり、ロックっぽくなったり、ファンクっぽくなったり、レゲエっぽくなったりというサンバがいろいろ出てくるんですね。まあ、続いての曲はですね、あの頃は良かったよね、ショーロの曲、どうしちゃったんだろうね、この頃全然ショーロの曲聴けないじゃないっていう、もうショーロがそろそろ、ね、聴かれるのは少なくなった頃に出てきた、サンバを今は作っている、ネルソン・カバキューの人が作ったショーロ。ショーロがアデオス。という曲を。シャナをするフラメンコ不思議な生き方はイフェリーセテリテンポワンドクラウカルコンパニャンパビオロンゼンゼンゼンカミューアリビアジアゲルモンスエタクリスチンCome to show our bills Jana Fus Una Mena Shuna Yoda Kete Bisa Kete Nenpo Kwanda Kauta Kwanda Yanda Kyoda Kwanda 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 k w a You shot a bell, not so okay, hold up. She's walking, who could so now? Not so okay, say and say more. Oh, I'm doing, oh, I'm doing. I can't help it.それでまあ、サンバのショーロ。だから、
サンバの音ってアメリカ行かない行ってない本当の層がサンバってたくさんあって、ほとんど世界に聞いてるのはアメリカ行っただけのほんの少しの結果なんか伝わってるだけなんで、こういうロマンチックな曲はあんまり日本で知られてない。これがあのヘイゼルナッツといって本当のあのバロック音楽とかのね、クラシカルの音楽とのそれからアメリカのいろんなリズムサンバで出来上がっているという、まあ、ショーで、そしてサンバになっています。さあ続いての音はですね、音じゃない、続いての音、曲はですね、バックバンドはショーローで有名なバンドリンというマンドリンがペチャンコでした。フラットマンドリンを含む名詞、ジャコドバンドリンがのバンドと、そしてサンバカンソンの女王と言われたエルゼツカルゲが歌ったバーカンフィンゴ、バラックですね、バラックの大きいとお褒めがサンバが始まっている。その曲を送りましょう。バーカンフィンゴ、メロディはバロッコから来てる、リズムはアフリカから来てる、
ベースしてサンバ、リズムがあるから踊りもある、ね、あの本当のおしゃれ、おしゃれなもの、ロマンチック、哀愁がある。日本にこれもっとアメリカ経由でこれ来てからもっとショーとサンバ感想が流行ってたから、まあ、ジャズから以降にボサノバが来たから、ボサノバの入る前までがこういうのがずっとあったというわけですね。それでは現在的にはどんなサンバやってるかというとですね、ちょっとこう次の曲は、なんていうんですか、まあ、日本でいう上を向いて歩こうのブラジルを強気にしないで前向いて歩こうよって、そういう歌をオープンします。本声量という曲です。まあリズム的にはサンバの中でもパルシードアルトというリズムで、というこの独特なリズムがあって、このリズムで、やったパゴージと言われるサンバ の遊びです、みんなで。で、その場で曲をどんどん作っていくのがパゴージって言われるんですけども、曲を歌っていくのが、お題を拝借してって言われて、まあ、大喜利みたいなのが、そんなのとこからどんどんやってるうちに、一つ一つの曲が完成されてくるという、その完成されたところで、歌手とかいろんなあの音楽会社が、それいいねと。いくらで買ってちゃう。とりあえずお金をポン。ところがこの、やってる人たちはですね、もうそろそろ自分たちも前に出ていいんだろうという時代から、人はもう、大体70年の終わりぐらいから出てきた人たちですけども、もう表に出てきて、自分たちでもちゃんと、自分が作曲したんだよってできる状態になってきた。まあそこまで、なかなか、まあ、ビートルズが来るぐらいまでの時代、黒人というのは、まあ、アフリカから来た人たちは、まあ、あんまりいい地位に置いてもらえなかったというところもあるんでしょうけど、これは完全に表に出ています。じゃあ今の、今やってるサンバの元になっているような曲でお送りします。では行きましょう。
Yeah.